吉村忠氏は1932年生まれの産婦人会。1956年名古屋大学医学部卒、医学博士。1961年29歳で岡崎市内に吉村委員を会員。会員当初は最先端の医療機器を備え、分娩の管理を目指していたが、産会として出産に立ち会う中で自然なお産を目指すようになり、 1975年参院の裏に江戸時代の古民家を移築して、分娩前の妊婦たちに巻割りなどの労働を行い安産を待つスタイルを確立していった。1999年にはさらに発展させ、お産の家を新築し、自然分娩について全国で講演会を展開していった。2010年、川瀬直美監督によって吉村委員を舞台として、 ドキュメンタリー映画、厳滅く減品が制作された。この年に体調を壊し、2013年末をもって院長を退任した。2017年初頭から体調の衰えが激しくなり、娘でミュージシャンの大辻織り映画専門医の受診を試みたものの本人の抵抗にあって果たせず、同年秋頃には容態がさらに悪化してアルツハイマー病を発症していたことが判明。 2017年11月7日に死去した。晩年の様子は、娘の大辻のブログで公表されている。1964年6月名古屋、大学医学博士論文の題は、冬眠カクテルの吉田肉種に及ぼす影響に関する実験的研究。吉村の提唱する労働により安産の確率が高まるというデータは示されていない。帝王切開や、 腎痛促進剤等の標準的な三改良技術を否定しているため、吉村委員でそのような措置が必要な難産に陥った場合、妊婦は退院に搬送されている。退任のご挨拶、うぶやの回ブログ博士論文書誌、データベースによる、ありがとうございます。